ートだけじゃなくて、やっぱりいろいろな方々がこの1年間いろんなことをもがきながら過ごしてきたと思うので、そういうのをこうニュースとかでも見てもこう見て、そういうの方々が少しでもこう前を向くような気持ちになればいいなと思いながら、準備したのと、今回オリンピックにこれをやって携わることができて、でやっぱ今回はこうパフォーマーっていう点で参加させてもらったんですけど、次は選手で出場したいなって気持ちは強くなりましたね。